べえ殿、わらわを見てたもれ、美しいかい？いやん。信長様はわらわの命、あの方を思うと、もうこの身もこの心も、その信長様に盾つくとは許さんぞよ十兵衛。お前だけじゃない、あの憎き鷹女もじゃ。はっ、うん、はい、しゃだ。今から柳生へ行ってあの女を殺してやる。止められるものなら止めてごらん。Yeah!
ジューベ。
わらわの息子、もっといろいろ話したかった。ジュベ、これは。初めて会った時、この女は母だと名乗り、俺の親父の話をしてくれた。ある日あの前でわらわはお前の父親と出会い、その強さたくましさに見初めてしまったのじゃ。運命だったのじゃ。この女は言った。幻魔が地上へ現れ悪をなすとき、それを阻止することが柳生一族の定めだと。そのために柳生一族の棟梁は代々鬼一族の女と契りを結び、その血を引いた子供を作るのだと。遠い昔、この世には地上に鬼、地下に幻魔が住み、互いに争っていたらしい。やがて幻魔が勝ち、鬼たちはチリチリになったのだと。俺は生まれた時から母親の顔は知らない。だから初めて会った母親が鬼の一族で、その血を俺が受け継いでるなんて、そんなこといきなり言われても信じられねえ。ジュベ、だがたとえ鬼でも母は母だ。それが運命なら構いやしねえ。俺は鬼武者になって必ず幻魔を倒してやる。
なかなか変わっていていいな、これ。どうしたんだ、おゆう。ジュベ、たとえ鬼でも母は母だと言ったわね。あれは本当の気持ちなの？俺は生まれた時から母親の顔を知らずに育った。それが今分かったんだ。それだけで俺は幸せな気持ちだ。じゃあ血のつながらない親子は？それでも子供は本当のお母さんと思うのかしら？そんなことはわからねえ。
一体どうしたんだ、そんなことを聞いて。うん、なんでもない。